貴重な先制点。ショートアンドサウト途中出場ながら結果を残しました。このゴールに観客席も沸いています。サプライドレジスターダビデディセナロ、やはり決めてきます。シュマイケルの再来、マヌエル・ノイア、貴重な先制点が入りました。エル・ライオ・ホアキン・サンチェス、ゴールに叩き込みました。